女王降臨ひろみチャンネル。本日はですね、これですね、6月8日、おとといですね、に配信されたもので、アベマタイムズ。34人院内感染の原因は議員生か。収束後初めて取材に応じた副院長。PCR 検査を過信しすぎてはいけない。なんかと最初から言ってんじゃん。っていうか、あの PCR ってね、やったことない医者いっぱいいるんですよ。特にこの人なんか外科ですから、大学にいるような先生たちは自分たちで研究したりしてるんですけど、もういきなり大学に全然行かずに市中病院で研修して専門医取ってとかっていう人たちとか、あと大学でいても診療ばっかりしててっていう人とか、あと研究テーマによってはやっぱりその遺伝子とか全然触らないタイプの人たちもいますから、 PCR 検査の意味が分かんないとか、実際 PCR こういう病原体を特定するために PCR 検査ってまたちょっと特殊なんですよね。普通の遺伝子検査のものとは違うので、PCR も通りがいろいろ何種類かありましてですね、これ正確に言うと RT-PCR と言われるタイプの PCR なんで、そうなんですよ。だから普通の遺伝子検査だと遺伝子を通って増やして、その病気になるような原因になる、その遺伝子が書き換えられているところがあるかないかとか、そういうところを見てるんですけれども、そうじゃなくてこの病原体がいるかいないかとかっていうのは、ちょっとしたものが混ざったり 2,3 匹混ざったりするとですね、ウイルスがよそからついてしまったりする、それコンタミって呼ぶんですけど、混入してしまうと汚染してしまうと陽性になったり、逆に陽性なのに陰性に出たりすることもあるので、過信しすぎてはいけないとか、それだけで決めてはいけない。だからもう本当に最初の頃からこういう時はもう全員陽性と思って対処するしかないんですよ。それが感染コントロールの鉄則なん、原則なんですっていうことを言ってきたわけなんですけれども、残念なことにですね、病院の特に経営陣たちがですね、そういう随分上の世代じゃないですか。で今 の医学部 の、その教育課程にも実はこの感染コントロールって入ってないんですね。細菌学とか感染症学とかはあるんですけど、感染制御学っていうものが入ってないんですよ。学問としては、だからなんていうの、学問として実は独立しているのに、だから微生物学で学ばない、感染症学で学ばないとしたら、やっぱりこの独立してる学問なわけだから、独立して教えるしかないかな、もしくはこの感染症学の中でどれぐらいの時間をちゃんと配分して教えなさいということをやらないといけないと思うんだけど、今この時間配分とかもないし、一瞬ちらっとここに入ってはいるんですよ。入ってはいるんだけど薄っぺらいの。でも感染症の制御学もきちんと理解してないと、原則が分かってないと応用も効かないわけですよ。ということで、もうおた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 、こうやって新興感染症が出た時におたおたするしかない医者たちが多すぎるということ、それも今まで述べてきたと思います。でですね、これ早く読めよってことかと思うので早く読みましょう。34人の院内感染が起きた神奈川県小田原市立病院が収束後初めて取材に応じ、感染拡大の主な原因は感染しているのに PCR 検査で陰性が出る偽陰性だと明らかにした。次から次へ出てくる患者さんに対して、我々もお先真っ暗という感じは正直なところありました。当時の状況を振り返るのは小田原市立病院の松田読めない副院長。小田原市立病院では4月下旬から看護師や患者など1ヶ月で合わせて34人の院内感染が確認された。なぜ病院内で感染が広まってしまったのか、松田副院長は背景について次のように話している。救命センターのある当院では、疑似症患者を受け入れるときに入院が必要な場合には当然個室一人部屋ということになるが、 PCR 検査をして陰性だった場合を多少症状が良くなったという時点で個室の扱いをやめてしまって大部屋に移してしまう。個室を開けることによって患者さんをまた受け入れなければならない。
患者が増加していく中、一般の診療所での受け入れが難しい状況で、小田原市立病院の負担は増していたという。そのため当時は PCR 検査で陰性確認されれば、次の患者のために個室をなるべく早く開ける方針だったという。PCR が主な検査だったが、陽性率 6から7割、裏を返すと 2,3 割は陽性でも出ない偽陰性と出てしまう。病院側は最初の PCR 検査の結果が偽陰性で、それが院内感染につながったと見ている。また別の病棟でも同じような感染のケースがあったため、病院では PCR は 100% ではないという前提のもと、感染防止対策に取り組んでいるPCR 検査が偽陰性になった時に、ある程度大丈夫といった判断をするのをやめにして、陰性でも少なくとも4日間個室から出さないで対策を継続する。それを解除する時も主治医の判断だけでなく、チームとしてみんなの複数の目で判断して相談して決めていくというような方針も取り入れている。やはり PCR 検査に頼らざるを得ないところではあるが、過信しすぎてはいけない。総合的にレントゲンなり検査なりを含めての対応ということと、やはり怪しい時には個室対応を解除してはいけないということですね。まあ、これもう慶応の時もそうでしたよね。偽陰性の患者さん、営業でやった時は陰性だったんだけど、実はその後陽性に出て、そういうこと慶応の中で広まってしまったという事例でしたね。だから陰性だからといって陰性と扱ってはいけない。偽陰性っていうのは結局誰が本当に陰性って出てる中の陽性かは分からないわけですよ。そのうち分かるんだけどねでもそれでもこの人たちは発症したから分かったわけで、でも発症しない人が 7,8 割いるわけだから、実は本当はそこが怖いんですよね。なのでやっぱり私がこれを受けて言ったことはですね、んなこと最初からずっと言ってんじゃんって、ひろみちゃんの発信をちゃんと見て対策した医療機関の皆様よかったですねって、実はですね、ツイッターでも発信してるんですけど、そういう中で医療機関の病院長とかそういう人たちが結構ひろみちゃん の, 発信内容を見てお勉強になったってすごい言ってくれてて、結構良かったのかなって思ってます。あとね、最近すごい嬉しかったのが、そのやっぱりフェイスブックのメッセージで、私がね一番こう増えそうな、まだほらコロナのに関する情報が全く足らない中、それこそ空気感染するんじゃないかとかいろんなことを言われてて、もうみんな怖くて仕方なかったですね。そんな時にひろみちゃん昔ほらエイズをまだ分かんない中研修の時に経験したじゃないですか。あれの時に確かに逃げたかったんですよ、分かんないから。もう嫌で怖くてたまんなかった。じゃあその気持ちを思い出して、逃げちゃいけないって、逃げるなって、恐れるな昼村立ち向かえってずっと言ってたじゃないですか。あれを見てなんか頑張れたっていう人たちがいて、そうなんです、あ、よかったなって、やっぱ見てくれる人はちゃんと見てたんだなって。というわけでですね、結局ね、やってもやってもここで偽陰性が出るわけなんで、陰性だからっていうことを当てにしはなかなかできないよということなんですね。ということを今一度皆さんに確認していただきたいなと思ってこれを取り上げました、でもなんかひろみちゃんちょっとね、世の中の役にちょっと立ってたんだなと思って嬉しかったですよなんかでも今回そう SNS っていいなってすごい思いましたね。ということで、まだまだコロナ第2波もそのうち来ると思われますし、まあ、ちょっと今コロナ発信私も減らしてるんですけどね、落ち着いてるから。で、でもコロナじゃないこと、もう都知事選とか全然関係ないこともどんどんつぶやいていきたいかなと、もともといろんなことに興味あるのでまあそんな感じでですね、ひろみチャンネルはこれからも続いていきますので皆さんよろしくお願いいたします。というわけで今回はですね、ひろみちゃんってもしかして意外に役立ってたっていうことで、まあ偽陰性もありますから、陰性だと思って安心しないことっていうのは、まあ、うちのフォロワーの皆さんはねもうよく分かってることか、もう今頃何よって感じだけどぜひ周りの分からない方に布教してくださいよろしくお願いいたします。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。